クールジョイは2000年代に活躍した日本の競争馬である。2001年4月22日福島にてデビューするが2000目で初勝利を挙げてからは好成績に恵まれず2002年6月22日に障害レースにデビュー。初戦は4着に入るがその後故障により長期離脱。復帰2000目の2003年5月4日東京で。 行われた、障害未勝利戦で障害初勝利を飾ると、続いて、京都ジャンプステークスに挑戦し、2着。さらに、次戦の東京ハイジャンプでは3着と、重賞で上位を争えることを証明してみせたが、不運にも肝心の勝利には恵まれることはなかった。2004年4月24日に、京都の障害オープンでついに2勝目を飾ると、 その勢いのまま次戦の京都ジャンプステークスを解消し、重賞初制覇。しかし、そこから、小倉様ジャンプでの落馬、競争中止を皮切りに、スランプへと陥り、惨敗を繰り返すようになった。しかし、2006年に京都ハイジャンプで4着に入り、復活の兆しを見せると、続く中山でのイルミネーションジャンプステークスで、復活勝利を挙げた。だが、 次の中山大障害では8着に敗れた。9歳となっても、現役を続けた2007年の初戦は、京都の障害オープン。しかし公営トライなどに敗れ3着だった。さらに京都ジャンステークスは一番人気に押されたが3着。続く、東京ハイジャンプでは10着だった。さらに10歳となった2008年だが、阪神の障害オープン、小倉サマージャンプで7着。 6着と前世紀の勢いを失っていたが、京都ハイジャンプとイルミネーションジャンプステークスでは4着と掲示板に入った。しかし、続く中山大障害では人気通りの9着に敗れた。11歳となった2009年の初戦は牛若丸ジャンプステークスだったが人気通りの8着に終わった。続く京都ハイジャンプでは13番人気と低評価だったが、 テームとパズレの3着に入った。しかし、続く東京ジャンプステークスでは8着に終わった。休養を挟んで11月の京都ジャンプステークスに出走したが、故障を発症したため二周目一コーナー手前で競争を中止した。12歳となった2010年4月7日付で JRA 競争場登録を抹消され、現役を引退した。引退後は、 石川県小松市の小松トレーニングセンターを経て、北海道浦河町の久保時代牧場で功労場として寄席を送っている。ありがとうございます。